お疲れちゃんのスラットです。今日はですね、こちらアチャクイロイホグではなくアチャクイクイク削りやっていきたいと思います。ということでね、バランス調整で鏡がね大幅強化ですよと。今までね、2レベル1アップが2アップに変更したので、まあ、マルチだとね16レベルを召喚することができるよねっていう壊れになりました。なんで今鏡入った時は結構増えてますね。でエリポンも強くなって鏡エリポンとかも増えてるんで、そういう相手をしばきつつ単純にねもうクエイク削りが強えよっていうので、もうクエイクミラーだけで削って勝つデッキがねいます。はい、他に攻めカードは何もございません。ということでこちらのねガチでクエイクファイスピウッドだけで削りで世界一いきたいと思います。まあ今偶然世界8位にいるんでね、まあ表記がバグってるんで、まあ実質世界7位みたいなとこあるんですけど、まあ誤差か。さあということでやっていきましょうか。もう呪文だけで削るっていうえぐいっすね。まあ圧着衣が入ればラッキーぐらいで、また今ねもうエリポンミラーが多いので、エリポンミラーを引けると熱いかな。さあ今回の間同じようなデッキですね。あーさあこれ普通の圧着衣ロイホグ引いたっすね。いてだからミラーの俺と同じデッキだけど、相手はロイホグがいて、もう俺はロイホグがいないバージョンですね。さあ、デリバリー来る。まあ、潜って、一発入ったら美味しいなぐらいですね。まあ、デリバリーウッドスケで、相手のロイホグは完封、ほぼ完封できるんで、まあ、それ徹底の一生クエイク削りかな。だから僕嫌なのは、相手の圧着いいっすね。そう、これで別にマジで止まるんですよ。なんすけど相手の圧着衣の浮きがねこうなるとなくなっちゃうんで、そこだけちょっと嫌だなっていう思いでやっていきます。まあケツ圧着衣して相手の圧着衣に2回クエイクぶちかましていきましょうか。そんな感じやっていこうか。いやーここ2回はねさすがにまだ試合始まってすぐなんでね、危ないっすね。相手がミスってる。相手ミスってる。熱い。いやー、これ打つか悩むな。打ちます。やっぱ削り勝たないといけないんでね。いやー、いやでも、痛い。いやー、この豚チョコはマジ痛いっすね。俺削れないからさ、この対決はね、結構渋いかもしんないな。そんな気がしてる。さあ、抹茶食い出してる間はカードサイクル早くなるんで。おお、相手サイド変えてくる。いや、それ美味しいけどな。いや、抹茶食い使う時がねえな。まあさすがにこれは耐えれる。いや、圧着入ってる。圧着、マジで圧着入ってるの。でかすぎ。ダメージ取んねえからさ。いやー、ガチでキモい。本当にキモい。何やってんの俺。さあ、当たんなさそうな位置に。おいしおいし。よしよしよし。さあ、ここはウッドも使って、クエイクも削って。よしよしよし。よし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 。ええんちゃうええんちゃう。さあ着衣出してデリバリーだけ持っとけやろ。おお、逆に来んのは別に俺からしたら何のダメージもないですね。さあ、まあここは一旦ミラーなんか使わずにおとなしく行こうぜ。まあロフグ警戒して来たら、まあ打った始まり使えたら使ったけどな。さあこれクエイク、一旦ミラーして、ウッド端前で勝ったっすね。よし。オッケー。はい。こういう戦術がね、一番強いですクララ今。まあ、いいのか悪いのかすごい複雑ですけど、まあ、これで勝てるよねっていう。ちょっとマッチング時間長いかな。これ引き続きマルツルがちょっと悩むね。まあ普通に圧着衣の加法が足りないのと、まあクエイクが強すぎですね。クエイク加法しなきゃいけないかな。間違いなく。
で、あとはまあミラーが強化されたのも、まあおもろいんですけどね。結構強すぎるんじゃないかなっていうのがあるっすね。これだって普通に1個レベル上ぐらいだったら、まあこの戦術思いつくのは思いつくけどね、なんかあんまやんないというか、2個上だからこれをやるわけであって、16レベルっていうのがなんか全てをこうぐっちぐちにしてる気がしますね。さあ来た、よろしく。もうねこのファインスピードちょっかい出しちゃうもんね。お願い、入れ入れ入れ、いやー入らない。さあそしてヒースピなので、あれかな、三重子じゃないですか多分。三重子エリポンがねバカ強い時代が来ちゃったんですよね。まあエリポンがね、そうアド取れちゃうんでね、エリポンが強いからまあしょうがないんですけども。さあまあまあどうだろうな、守れるかな、守りきれるかどうかっすね僕が。相手のこのゴーストとかユーノとかゴルナイとかいるさ、この相手の受けを完璧に守れるのかどうかっていう話っすよね。まあ守れるなら勝てるだろうし、守れないなら勝てないしっていう、ただそれだけ。さあレベル16か、わってことはあれだ、ミラーも入ってるっすね間違いなく。ミラーエリポンじゃない。さあクエイク打ってエリポン置いてほしいな。はいクエイクでーすおもろ、はいクエイクでーす。で大砲置くか、一旦安心安全のね。さすがに走らねえかこんなとこに。まあとはいえもうこっからは相手がエリポン置いてくれない。あーめんどくさいなこれ。無理やり回して打っちゃいます。まあどうだろう、三重子守れるかどうかっすね。エリポンはもう怖くない、いや言うてちょっと怖いな。ここで1個回収して壊れる瞬間にもう1回回収するんですよね。そうだからこれが普通に強いっていうね。さあ圧着位を合わせながら、なんかゴルナイがバカしてる。さあゴルナイがバカしてるんで大ダメージ入っちゃった。さあ消えてあげて、いやこれ結構入るな。いやこれは結構いい防衛してる。いやキング起動本当はできたらもっといいんですけどね、さすがにできなかったな。さあクヘイクであとは一生削るのみ。よいしょ、まあデリバリー2個とかで守るのもありっすねぶっちゃけ。キモすぎるかな。新しい、あーそれでもうまいな。いやしかも俺のこれいかれた、えぐいなこれ、やっちゃった俺。いやでも耐えた、こう耐えたの熱いね。さああとは俺のこう防衛テクだよね。まあ防衛テクもクソもねえなこれさあクエイクが強すぎていやー勝てちゃうっていう、えぐ。まあなんかディガーとかね欲しくなるっすけどね、ロイフグ。まあなかったらなかったで気合でなんとかしましょうよってやつっすね。さあ2連勝で5位と。
さあ来ましたね、バンギャーウェン、バンギャーウェン、よろしく。さあ守るぞ今回も。まあ、マジでそのクエイクで削れるから、その削りに関してはもう文句ないんですよ。だから僕は守れるかどうかなんですよね。守れるなら勝ち、なんでもう僕の防衛次第なんですけど、小屋引いたんで勝ちましたね。てか強っ、レベル16、ゴブ小屋はもうほぼワンパンで壊した。さあスケで耐えて、いやでもヤナアメコウモリの小屋小屋ってなんか嫌っすね。いやなんか大型の香り、うん、いやわかんないけど。さあ豚、おお、いやロイホグ、あこれわかりました、バルーンロイホグです。バルーン入ってます。なんで相手のバルーンが出るまでアチャキ出したらダメっすね。いやそうバルーンロイホグいるんすよ。そうガチでバルーンロイホグです。インドで分かりましたね。うん、多分ね、こんなん言って全然ただのね普通のロイホグ、いやでもゴブゴブだったから違うから、ごめんなさい、嘘ついてるかも俺。たまにね変なこと言うんすよ。これでただの普通のロイホグ取ったらどうしよう、えぐい。これもうなんか 0.5 秒ぐらい待ってからさ小屋に食い食ったらよかったかな。同じことしてます、さっきも見た、タイムリープ、ナイス。いやこれインドラにアチャク合わせたいんですけどね、あの合わせたら負けです。さあ大砲延命しちゃおう、このウッドでね。いやー来るぞこれバルーンが、いやー来ないのかマジで怖すぎー、フリーズとかやめてーと思いながらのデリバリー落として、うわなんか来そうだな、何か来る、何も来ない、サプライズ、ビッグラポン、にょー、一生食いで削るよー言うて、あーいやーワンチャンバルーンあるけどな、ないか、なさそうだな。うん、いや俺がなんかそう思ってるだけかもしんない。あー嘘です、来た、ごめんなさい、あのバルーンないですわ。いやでもファイボだよ、ありそうじゃない、いやないか、いやないですねこれ。あの本当に俺がなんかさ勝手にバルーン、やべえバルーンとか言っててシャシャってただけでした、マジで恥ずかしい、ごめんなさい。いやうざめのね圧をかけていきます。いや最後に来ないよなさすがに。うん、いやさすがになさそう。デリバリー2回落としちゃいますえぐー、なんだこのゲームなんだこのゲームとか言って、やばいやばいやばい、そんなこと言っちゃダメだ俺が。いや楽しいから好きなんですよ、こういう感じだったっけと思って。さあさあ、いや怖え、いやめっちゃいいっすけ、このちょうど着地してくるよねのコウモリ来るよねのすけ。さあクエイク2回打って終わりです、お疲れ様です。まあバルーンなんかでよかったっすわいやえぐい、こんなな勝てるっていうぐらいクエイクてかミラーが強えな。さあ69714位だドン。まあ4位って言っても表記バグの3位ですね。さあ来ました、チェックメイト、いやかっこよすぎ、いやもう初手から、なるほどね、そういうことだね、やっぱりクエイクで削ってなんぼですよ、もう時代は。行くぜ、いやお願いロイホグが来るかな、お、うわマジそういう感じ、ホグだったね、いやホグは普通にメタいやー渋、ホグあんのね。さあホグクエイクと、あーどうだろうな、うーんホグクエイク VS ただのクエイク、どっちが強いんだろうな。いやアイゴレの、いや 2.5 のホグクエイクはこれ渋いっすね、余裕で渋すぎ、いやーえぐい、あこれ無理っすね、
しかも 2.5 幅の僕が前動画に上げたやつでマスクのやつだと思うんで、なんて言うんだろうな、どう説明したらいいんだろう、まあ無理です。アリとティラノサウルスぐらい差がある。うん、まあでもアリはアリでもちょっと頭がいいアリってことで勝ちます。いやー勝てねえかこんなのね、一生ホグ来てよ。いやーこれ同彩か、いやー渋、うん、いやーうまい助だしな、削る余裕がね。今からこの2000ダメをひっくり返せるのかっちゅう話よね。いやひっくり返すしかないんでね。ひっくり返す方も着衣ああ無理だ無理だ、このなんか欲しくなっちゃうの俺にももう一個欲しくなっちゃうのこれ。うん、さあ、いや物足りないね。いやワンチャンのかどうなんだ、マスケとか出てきそうで怖いんだけど、あーえぐいサーカスしてる。うまいな。うん、まあでもこういうこともありますね。まあデリ出さずにもわーって感じでしたね。さあ来た、おおちゃっちゃ王様らしいですね。サファイスピ、ああ、もう同じですね。もうね、今のクララはこんなのしかいないんでね。まあ、これがもう強いんですよね。クエイクかな？いや、クエイクじゃないならガチでありがたい。ファイボの26だったら勝ち確ぐらい。でも、クエイクの26だったらガチで無理。あなた一体どっち？さあ、一体どっちでしょうかね。俺のお相手さんは。いや、回してますね。じゃあ俺も回すよ一緒に。いやマジどっちだろうな、クエイクだったら本当に終わる。いやクエイクの構えしてる、うわー、やばねー。まあさっきの反省を生かして頑張れるものなのか。いや美味しい美味しい、ガチで美味しい。うん、いやーでも無理だよなこれなんか美味しい大砲来た、大砲じゃねえウッド。いやー俺の今のウッドいらんかったな、攻めで使っとけばみたいなとこはあるけど、渋いですねこれ。どうやって勝つんだこれ、絶対勝てんくね。あやこれホグされてクエイク撃たれて終わりっていう。俺がクエイク撃つ余裕ないもんな。そうだな、うん、相手はもう全然あんだね、なんか初めて 2.5 フグ使ったっていう。さっきの相手めっちゃうまかったじゃん、なんか圧がない、圧がない相手に。さあもう一回置いちゃおう。圧がないとか言ったらすげえ圧かけてきてる、急に来ないで来ないでのすけ伝わったかな、来ないでのすけ。さあ抹茶食い出しと回転サイクルが崩れるんでちょっとあるっすね。いやーそれめんどい。い
やばいやばい、普通にきつい。いや気づきやがったこいつ、ホグ飛ばすだけきちいってこと。あそこの位置の大砲やべえ、あと端前大砲置けねえ。やめて、あっちゃくいがしばかれそう。あと いやちょっと学んだよ。いやこれはクエイク出ずに一回あっちゃくい出してからっすね。いやークエイク打たんといけんかこれ、ズルやん、ズル。ちょっと待って待って、お前やめろ、ふざけんなふざけんなふざけんな、ズルやでそれ、ガチズルやでそれ、本気で。あぶねえ。いやさすがに、いやでもこれさっき負けたんで、まあ俺が王様でよろしくお願いいたします。さあということでね、まあなんかロイホグ欲しくなったりリが欲しくなったりするんですけど、まあこういうデッキもあるよっていうのでね、皆さんも引きこもりクエイク削りぜひね興味ありましたらやってみてください。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。またねー、バイバイ。